にちは、ちあきです。セブ島のシャングリラのホテルを紹介します。レッツゴー。こちらが私が泊まったお部屋です。オープン。このようにベッドがあって、ベランダがあります。ベランダからはプールが見えました。そしてお風呂はこんな感じです。敷地内は緑がいっぱいです。ロビーにもこんな素敵なお花です。客室もたくさんありました。そして売店に行くとポテトチップスがたくさん並んでます。そしてここはゲームセンターです。ゲームセンターにはなんとビリヤードもありました。はい、朝です。朝はビュッフェを食べました。パンがつらり、ドーナツの置き方がおしゃれすぎます。そしてフルーツもたくさんあったんですけど、私はマンゴーが一番大好きでめちゃくちゃ食べました。ここのビュッフェはですね、たくさんの国の料理があって、日本食、韓国料理、フランス料理、イタリア料理、かなり種類が豊富でした。ということで朝食をいただいております。とっても美味しかったです。